青葉通り、青葉通は道路名称もしくは愛称の一つである。ここでは宮城県仙台市にある道路について述べる。青葉通りは宮城県仙台市青葉区の南東部にある東西道路で JR 東日本、仙台駅西口と仙台城市、青葉城市との間を仙台市と新武を貫いてつなぐ道路の一部をなす。定前寺通りと同様にの並木道となっており、 森野と仙台の象徴となっている。青葉通は仙台市青葉区にあり、東端を仙台駅前交差点、駅前通りとの交差点、西端を大町交差点、西公園通りとの交差点とする。西端より西側には大橋通が続いており、広瀬川を大橋で渡って仙台城を大手門関へと至る。ケの街路樹が両側歩道と、 中央分離帯に植えられており、その3列の欅並木の樹幹によって通りは覆われている。12月には定前寺通りとともに仙台港のページェントの会場となり、欅並木にイルミネーションが施される。また、駅前には英国製ガス塔が設置されている。仙台駅周辺、及び一番町アーケードとの交差点周辺に各のの、 百貨店などの商業施設が集中し、その2カ所以外の仙台駅前から国分町通り、場所の辻、札の辻にある日本銀行仙台支店に、かけての沿いや交差する道路等は金融街を形成している。この金融街には、77銀行及び仙台銀行の各本店に加え、都市銀行や近隣各県の銀行、証券会社の支店も多くあり、 メガバンクの再編などによって、以前より店舗数は減少したが、都市銀行4行と新宅銀行3社は、現在もこの2に支店店舗を構えている。国分町通りより、西側は万水通りとの交差点周辺に放送関係の施設やホテルなどがある。青葉2は第二次世界大戦後の都市計画によって建設された。完全な直線ではなく、起点にあたる。 西公園の交差点で仙台駅方向に向かって右に曲がり、しばらくして左に21度曲がって向きを戻す。そこからはずっと直線で駅に近い東、五番町、あたこ上杉2との交差点で右に10度曲がる。前線が都心部のある仙台中町段球場にあるが、一番町と国分町の間に小規模な段球崖が,があり、 仙台駅側から来るとこの部分でやや上る。道幅は国道286号、東2番町通との交差点から、西側が36メートル、片側3車線、東側が50メートル、片側4から5車線である。地下構造物として、仙台駅前には、仙台駅東西地下自由通路、地下鉄南北線、仙台駅、仙石線や葉通り駅などがあり、 参照、東二番町との交差点周辺には、青葉通地下道や青葉通地下自転車道中場がある。東二番町通りから西側で建設中だった地下鉄東西線は2015年、平成27年12月6日に開業した。仙台城下町建設の際、仙台城大手門から東に伸びる道が仙台藩の主要道として整備された。 大手門前から大橋を渡って、現在の西公園の南東角、大町島に至り、そこから、まっすぐに、大町、新天馬町、明軒町と続いて、その先は、旧道の区国府、多賀城、仙台の外交の塩釜、松島、東北太平洋岸海運の拠点港の石巻へと、続いていた。これに、大町の場所の辻において、南北の道である、欧州街道、 原国分町通りが交差していた。明治期に東北本線、仙台駅が設置されてからは、馬蕉の辻の一つ東側の東一番町と駅との間にある大町、新天間町、名県町が次第に商店街化し、仙台市電開通後は特に馬蕉の辻と駅とをつなぐ南町及び南町通りが京口区化した。 この二つの東西道路の間挟まれた、現在の青葉通りにあたる場所には横丁しかなく、仙台駅西口から西には細く短い裏、五番町、南町から西に電話横丁、両角院長があるのみだった。第二次世界大戦後、仙台市復興局は、潜在復興計画の一環として、仙台空襲で壊滅した市街に幅広い道路を敷くことにした。 市が1946年、昭和21年に作成した計画に、市道の仙台駅川内線建設が盛り込まれた。これが青葉通で、南北に走る東2番、定通と共に、50メートル幅の区間を持つ、市内最大幅の道路となる予定であった。青葉通は、従来の大町の南に並行するため、駅に向かって、西公園で右斜めに折れ、ついで左に向き直って、 他の街路との関係を取り戻し、駅近くの東五番町との交差点で10度だけ右に曲がって仙台正面に接続するものだった。計画は国の復興員の了解を得て、戦災復興と地区画整理事業として公示された。1947年、昭和22年に、河北新報市場で通りの名が公募され、投票で1位を得た、青葉2に決まった。 このうち駅前の重度の曲がりについて、直線にするべきだという主張と原案通りの曲線にするべきだという主張が対立し、極直問答あるいは極直問題として、戦後すぐの仙台市最大の政治問題になった。まず1947年、昭和22年12月に住民が道路を直線に引くべきだという請願を仙台市議会に行った。 市議会は当時計画中の新駅舎の位置を移動させるべく働きかけるという条件をつけて、請願を満場一致で採択した。しかし市は、干渉を嫌い、技術的に駅は絶対に移動できないと説明し、国家が決めたことを覆そうとするのは、国家の名義に反すると反対論を非難した。市議会はこの態度に反発し、事態は、岡崎英松市長と市会の全面対決に、 発展した。局直問題には、計画道路のどちら側の住民が立ち抜くかという、利害が関係しており、原案を支持する住民が反対の声願を出し、両派が活発な運動を繰り広げた。運輸省と建設員は、駅位置変更に否定的な回答を出した。焼け残りの建物を取り壊して立ち抜かせることが、できるなら北にずらすことができるが、そのためには立ち抜きに、 巨額の追加費用がかかという言い分であった。議員の一部はこれを知って曲線容認に転じた。議会最大会派で保守系の市ともクラブは内部対立で分裂し、1948年昭和23年5月16日に曲線派が市政振興同盟あるいは主導司会を作った。両派は市松定吉建設委員総裁に判断を仰ぎ決定を委ねた。 市松は仙台を訪れて5月17日に仙台駅前川内線道路問題懇和会で両派の話を聞いた。東京に帰って同月末に曲線を決定し31日にその意見書が司会で報告された。こうして青葉通は市の原案通り20度曲げて駅正面に当たるようになった。直線派はこの時の議論で曲がった道路の見栄えの 悪さと交通困難を理由に挙げたが、現在の市民からそうした点についての不満は聞かれない。ただ、その後さらに代替わりして、大きくなった仙台駅に対して、青葉2はもはや正面に対するものではなく、曲線でも直線でも、駅の北側に突き当たるようになっている。曲直問答別としても、青葉2の予定地は、市街中心にあったから、多数の立ち退きが必要になった。 中には焼け跡に不法に建てられたものもあった。焼け跡に生まれた商店街、駅前マーケットは立ちのきでなくなった。仙台駅の工事は1948年、昭和23年6月に始まった。青葉2は1950年、昭和25年に始まり、1954年、昭和29年に完成した。家屋取り壊し直後の駅前は広いばかりで、 剥き出しの土が露出し、雨にはぬかるみ晴れれば、埃りを舞い上げ、仙台砂漠と呼ばれた。数年で舗装され、街路樹が植えられ、街灯が付けられ、徐々に美観が整った。青葉通の欅並木は1950年、昭和25年頃から1965年、昭和40年頃までに植えられた。戦前の仙台は豊富な屋敷りによって市街に、 樹木が豊富な都市で森の都の名を取った。しかし、それが空襲で焼き払われると、一転して緑に乏しい町になってしまった。仙台市にとって広く取った道路に新設する街路樹は町に樹木を取り戻すためのものであった。当初は住所の選択に様々な案があり、欅はアタゴウ通と交差点から東一番町通りとの交差点までの歩道側だけに、 植えられた。木は、大原から、失業対策事業の労働者が移植した。やがて、欅並木の評判が高まり、他の場所も欅で揃えられ、定前寺通りのものと合わせて、森の戸のシンボルとされるようになった。後にこの街路樹の一部は、様々な建設工事に伴って伐採されたりしないの、公園に移植されたりした。1982年、昭和57年に、 仙台市営地下鉄南北線工事のため、1989年、平成元年には地下駐輪場と地下道建設のため、1993年、平成5年には潜石線地下化工事のために、欅が取り払われた。この頃には、欅は市民にとって大切なものと感じられるようになり、撤去に対する反対運動が起こった。工事後に、 全2社では取り去られた欅より少ない数。全席線工事の場合には同じ数の新しい欅が植えられた。2003年、平成15年、仙台市は計画中の仙台市営地下鉄東西線の工事のため、既存の欅を大幅に伐採、後に新しい欅を植えることを決定した。これに対して、欅並木を守ることを呼びかける反対運動が起こったが2008年、 平成20年1月28日から3月3日頃にかけて伐採作業が行われた。市は2012年1月頃から欅並木の復元作業に着手するとしている。すでに JR 青葉通駅と JR 仙台駅西口の区間は、潜石線地下化工事の際多くの欅が伐採され、周辺の公園などに移植されているが、移植先での生育状況が悪く、 青葉通時代よりも悪化している木がほとんどである。仮に伐採が最小限に留められた場合であっても、排気ガスによって弱体化したものや、街路樹としては巨大になりすぎたものの移植、世代大問題はいずれ発生する。青葉通の契約は定前寺通りの契約に、比べはるかに生育が良いと樹木医の認定する立場の方の診断があり、適切に管理すれば問題ないとの意見がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。